どうも、臼井総理です。第3回になりました。誰でも文章が上手くなる。前回は読者を意識しようということと、目的、結論、そういったものをちゃんと頭に置いて書こうというお話をいたしました。今日はその続きです。伝わる文章とは、実はですね、昨日お話しした中で伝わる伝わらない、まあ2つとも重要、読者も目的も重要なんですけども、目的結論がちゃんと伝わるっていうのが、まあ伝わる文章、分かる文章で、ひいてはうまい文章ということになるんですね。じゃあ伝わる文章ってどういう特徴があるのかということを、まあいくつか分かりやすくご説明したいと思います。その1、まあ伝わると同じことを繰り返して言ってるようなんですけど、結論が分かりやすいということになります。まあこれに尽きると言っていいでしょうね。2番目、尽きると言っておきながら2番目出しますけど、2番目はシンプルであること。まあこれも結局分かりやすいというところにつながるわけなんですね。なので実は伝わる文章、だから同じこと実は言い換えてますよ。うまい文章っていうのはちゃんと伝わる文章だと。伝わる文章っていうのはシンプルで分かりやすい文章なんですね。分かりやすい、まあ曖昧な言い方ですけどね、何が分かりやすいのかって、あらゆるものが分かりやすいんですよ。伝わる文章というのはこう持って回っていないというか、まあもちろんですね、複雑な難しい表現を使いこなした上でなお読者に分かりやすい文章というのを書くことができるすごい人も世の中にはいます。まあ作家さんなんかね、挙げててキリがないですけども、なんですけども、まあ我々一般人は分かりやすい文章を書こう、伝わる文章を書こうと思ったら、とにかく分かりやすい分かりやすい分かりやすい、分かりやすいかどうかで判断してもいいぐらいです。じゃあその分かりやすい文章っていうのをどうやって作るかという話をちょっとだけしたいと思います。分かりやすい文章の特徴、その1、短いです。さっきシンプルって言いましたよね。まあそこにつながると思ってください。シンプルで短い、長い話って頭入ってこないじゃないですか。学校のね、校長先生のお話とか、なんかパーティーとかでのお偉方のご挨拶とか、何でもそうなんですけど、長いと頭に入ってこない。まあ、シンプルで短いというのが文章、言葉の、まあ、分かりやすくなる一番のポイントです。ごちゃ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 言ってるよりもね、こうテレビなんかでもそうですけど、こうパクパクと物を食べてうまいっていう方が伝わるみたいなこともあるわけです。シンプルで短い、これを徹底してください。まあ、もちろん、シンプルなら絶対にいいかというわけではありませんが、基本はシンプルで短いのが分かりやすいということになります。じゃあそのシンプルで短いというのを追求していくためにどうしたらいいかというと、まず難しい言葉を使わないというのがありますよね。特に最近横文字の言葉があります。セレンディピティとか言って分かりますか？僕も説明できません。自分で説明ができないような言葉を使っちゃダメですし、もし説明できるにしても、じゃあその説明した分かりやすい方の言葉で書いてくださいよということになります。同じようにですね、漢字ですね。まあこの間ですね、小学校低学年向けにはひらがなで書きますよね、大人向けには漢字入れて書きますよね、なんて話もしましたが、実はこの漢字っていうのがくせ者なんですね。現在は、まあ、ほとんどパソコンで文章を書くことが多いと思うんですけど、まあ、特に大人の方はね、このパソコンがくせ者なわけですよ。自分で覚えてない漢字も書けちゃうわけです。まあ、その点手書きの場合は覚えてないとか調べてない漢字って書けませんよね。なんでパソコンで打ってると、自分で、まあ、なんでしょうね、普段は使わないような漢字でもバンバン漢字にできちゃうわけです。それで複雑に見えちゃう、難しく見えちゃうことだってある。あえてひらがなに直すなんてことも我々プロの間ではよくする作業です。難しい言葉を使わない、漢字をむやみやたらに使わない、それからもう一個重要なところがあります。まあ今一文、一つの文でも使えるようなことを言いましたが、文章ね、ちょっと長くなまとまった文章の中で分かりやすくする方法、それは結論がどこにあるかすぐ分かるようにするということです。どういうことでしょうか。文章がこうあります、ね、こうやってあります。
まあ普通当然上から読むわけです。まあこれ今試しに横書きにしましたけど、上から読んできますよね。そういった時に普通は結論オチですねはここに一番最後に書くんですよね。でもここまでがちょっとね下手くそで、ああ読むのめんどくさいなと思われちゃったら結論伝える前に読まれなくなっちゃう。それでは困りますよね。だから思い切って絶対に伝えなきゃいけないこと、伝えたいことは一番最初に書いちゃうというのも一つの方法です。結論がまずは分かりやすいと。でも説明の結論最後に書きますか。学校でもねそういう教え方はしません。起承転結とか序論本論結論なんていう言い方をしますけれども、基本的に後ろ最後で結論を言おうというふうに教わるもんなんですが、まあ、それも学校の、ね、教え方です。我々プロはどこに置けば一番分かりやすいか、まあ、伝わるかということを考えます。その中で一番最初に結論を置いちゃってもいいじゃないかということですね。分かりやすいっていうことを追求しようということをお話しいたしました。どうやったら分かりやすいかな、どうやったら伝わるかなということを考えながら書くだけでも圧倒的に文章は上手くなります。で、コツとしてはできるだけ短くしようということですね。それから結論どこに置くか考えてみよう、一番最初っていうのもありだよというお話をいたしました。お役に立てますでしょうか。